はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。はい、日曜月曜とまあ野暮な雪だったわけですが、その雪もすっかり溶けて、道にはもう雪は何にもありません。よかったです。車乗って歩くにも本当大変でしたから、雪がねえのには越したことはありません。で、今日の晩酌一期一会の一号は、逸見酒造純米至る、純米吟醸至る、この2種類です。こっち側、見て左側のが純米吟醸至る、純米吟醸至るです。はい、でこっち側は普通の純米の至るってやつです。まあ飲み比べて味の違いだの、その米がどうの、精米がどうの、酵母がどうのって言おうかなとも思ったんですが、もう飲んどるうちに、まあどっちがどっちだかもうわからんようになってしもて、そんなことはどっちでもいいやということです。説明はしません。ただ小売価格でいうと150円の違いがあります。純米吟醸が150円高い、普通の純米はそれより150円安い、その違いは何だかなと考えてみたら、まあコストはかかっとるんですけど、なんだろう、買うときに人がどう考えるかってことですね。要は150円でも高えのを買うていって、人前持っていって、どうだ純米吟醸だぞっつって、ちょっと見栄を張りてえときはこういう酒、もっと見栄を張りていければ純米の大吟醸とか、もっともっと削った 50%、40%、30% とか、まあ、削るに削った酒を持って行って、どうだすげえだろうとやる。で、一人で飲むときはまあこれ 60% なんですけど、このぐらいの酒とか、もっと安いのがあればいいなと思うんじゃねえかなと。人間つのはやっぱり人前でどうしても格好つけてがるわけですから、はい、見え張るところがまあねえければ人間ちゃ成長せんのかもしれませんが、あんまりね高いもん持って行ってこうなんかひけらかすのも好きじゃねえけどなあと思うんですわ。でまあこの150円の違い、まあ皆さんいっぺん味わってみてください。純米吟醸至る1500円、1550円、約、純米至る約1400円、45便でそんな感じですけども、まあ去年の1月から去年の1月からちょっと品切れ状態が続いておりまして、なかなかいっぱいことは入ってきませんが、ある時はページにも出しますんで見てみてください。で飲み比べてみてもらいたいです。はい、ということで第43回目晩酌一期一会佐渡島からお送りしました。失礼します。おやすみなさい。